せーの、今日好き、よいしょ。イエーイ。はい、どうも、すなです。かれんです。まるです。さとしです。よし、ということで、はい、今回はカップル対決企画、維新電信クイズ。イエーイ。今回は維新電信クイズということで、はい、カップル対決企画なんですけども、はい、なるほど。まあ、これからいろいろ問題が出てきます、はい、質問かな、質問が出てくるんですけど、はい、それに対して僕、まあ、全員がホワイトボードに書きます、答えを、はい、それがカップル別で、俺とカレンが揃ってれば背中で1ポイントだし、サトマルが揃ってれば1ポイントだしって感じ。そうそうそう。それサトセナとかはあるんですか？サトセナは絶対ないね。丸カレもない。丸カレもないね。サトマルは自信のほどは、どんな内容なのかによるかもね。確かにね、想像つかないかもね。バカおるやん。一人ポカーとしてない。びっくりしちゃったよ。好きな食べ物はとかってことだよね。あ、はいはい。そんなみんなが知ってるような1たす1はとかではないよ。分かってこいですよ、それは。もちろん今回、対決企画なので、はい、罰ゲームがございますと。イエーイ。イエーイだね。ありがちですね。多分だけど、それも違うよ。今の反応も。ということでですね、まあ、今回、勝った方のチームが決めます、罰ゲーム。早速やっていきますか。はい、維新電信クイズやっていくぞ。ヒュイゴー、ヒュイゴーでいくか。それではヒュイゴーということでですね、今回の問題、はい、全部で7問ございます。7問、はい、え、ラッキーセブン。そういうとこまでついてくるの？大丈夫。気になって気になって、やばい、俺らクイズ前にこんなことになっちゃったよ。進めてくれよ、マジで。ごめん。ダメだこれ。ということで、第1問目、ででん。犬派、猫派、誰が、いや、お前、俺だ。え、で合わせなきゃいけないでしょ。え、でも、まあ、いけるっしょ、そんなの。いけるいける、あ、これ見えちゃうね。え、うちの彼女、こんな大変だったっけ。おかしくない、なんか今日ツッコミが悪いですね。なんかびっくりしちゃうの。いいですか。はい、いきます。せーの、でねん。あ、犬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 。お、全員の。わー、みんなー。ということで、背中で1ポイント、里丸も1ポイント。はい、今、同点。イエーイ。はい、ということで、2問目いきたいと思います。はい、2問目、ででん。おにぎりの具といえば。いやー、いや、これ絶対わかんないって。カレンが俺に合わせてくれるか、カレンが俺に合わせてくれるか。これは合わない。ポイント取りに行くか。いや、待って、どっちも同じこと言うと、カレンが俺に合わせてくれるか、カレンが俺に合わせるか。いや、これ絶対わかんないって。カレンが俺に合わせてくれるか、カレンが俺に合わせるか。わかるけど、これはカレンが合わせるか。何言ってるんだろう、俺も思ったな。カレンが俺に合わせるか、俺がカレンに合わせるかだな。いきますよ。いきますか。はい、ということで、2問目、マジ怖い。おにぎりの具といえばこちらです、はい、せーの、デデン。そっち、やったなんでやったの。えやったやった。違う。本当俺梅が好きなんだよね。知ってる。彼本当は焼きたらこが好き。俺本当は牛カルビが好き。あと生めんたい。それか混ぜ込みわかる。みんな大丈夫。ということで、3問目、デデン。定番の恋愛ソングといえば、曲名を書いてください。超聞くじゃん、お互い。あ、はあ、最近のやつでしょ。これはもう、これはだってもうさ、俺ら死ぬほど聞いてるもん。え、はい、しまーす。ででん。え、まるな、それ何？思いやりだよ。好きなんだ、君。え、違うよ。もう行かないでよ。あー。けど、お互い、あー、あーってなる。わかる、俺も思いやり書くのはわかるわ。わかる。いや、まあ、ある意味維新電信だよね。まあね、そうだね、うん、ということで、続いて次こそは当てていきましょう、はい、4問目、こちらです。ダダン。旅行に行くなら沖縄、おは北海道。うちさとしかに、うちさとしかに合わせるで分かった。え、俺は彼に合わせるよ、だって俺は行きたい方がからうちも行きたいもん、行ったことないから。ふなかか、ふなかか。書きました？書きました。じゃあいきますよ。これはいける。せーの、でで、はい、イエーイ。全員北海道。全員北海道です。また全員一致。すごい。
仲良くない？仲いいね。一応、ね、イントネーション仲良くない？4人で行こうよ。で、一列楽しんで別行動しよう。ああそうだね、ああ楽しんで行こうね。4人で行こうね。じゃみんなで行こうね。ということで、背中で1ポイント、里丸1ポイントです。イエーイ。2対2。2対2ですね。2対2。はい、ということで、続いて5問目行きたいと思います。5問目はこちらです。ダダン。将来暮らしたいのは一軒家、マンション。ちょっと待って、これ二択だな。それ二択なんだよ。私住む。それ二択なんだよ。そりゃそうか、そりゃそうだ。住む地方による。どこに、どこに住んでもさ、そっちが将来永住するところですか。まあそうでしょうね。5問目、将来住むならマンション一戸建て。せーの、デデン。一軒家。一軒家です。あ、みんな一緒？あ、みんな一緒じゃん。続いて6問目、こちらです。ダダン。最後の晩餐にするなら焼肉と寿司、どっち？そんなんね。ちょっと待ってよ。はい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 。もう今すぐ食べたいもん。でしょうね。なんなら来週末友達と食べに行く。行きましたでしょうか。はい、ごめん、美味しい。せーの、デデン。ちょっとすごくない？俺たち仲良し。全員焼肉ですね。それから里丸のポイントで、はい、ね、美味しいよね。どうしようかこれ。で、続いて7問目ですね。はい、まあ、ちょっとこのまま引き分けに終わっちゃったらさ、ちょっとあ、どうした、甘くないみたいになっちゃうから、うん、もうちょっと先にもう前もって罰ゲーム決めちゃいましょうよ。はい、はい、同点だったら全員変顔。そう、なるほど。あれはあの TikTok で変顔を撮る。あー、いいね。じゃあ、京介の、京介のアカウントになるか。京介のアカウントで変顔 TikTok 撮りましょう。はい、はい。7問目です。こちら、ででん。デートに行くならおうちデート、アウトドアデート。それは究極な2択だわ。へえ、そうでもねえか。せーの、でん。あらら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 同点ですね。里丸先生から同点。仲いい。困っちゃったよ。まさかのなんかフラグ立ったね。もう TikTok 撮りますか、4人で。撮るか。撮りましょうか。撮りますかね。せーの。引く。あー、えぐ。いいね。えぐ。すごいな。わー、すごい。びっくりしちゃいます、それ。大丈夫これ本当に。あ、いいよ。よし、素晴らしい。めっちゃ楽しい思い出になっちゃった。いい罰ゲーム。ということで、今回はね、カップル対決維新レーシングゲームやってきたんですけど、ちょ、仲良すぎちゃったよね、俺。ちょっとね、カップル同士仲良かったね。良かったね。ちょっとまあ戦いにならなかった、ね。まあね、俺ら戦わなくてもいいんじゃないかなと。これからも仲良くしていっちゃっていいんじゃないかなと。そうだね。いいですよね、もう。仲良くしよう。これからも末永くよろしくお願いします。お願いします。幸せな動画になりました。はい。はい、ということで、この動画がいいと思ったら、グッドボタン、チャンネル登録、コメント、よろしくお願いします。お願いします。はい、ということで、またね、この機会があれば、楽しみましょう、みんなで。はい。はい、ということで、せーの、バイバーイ。